イズモンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。インガザラソでやっていきましょう。今回でございますけども、マムの夢についてお話をしていきたいなと思います。これがもしかしたらルフィ君と同じなのかもしれない。そしてマムが今作り上げているトットランド、これが実はとんでもないところに繋がってくるのではないのかっていう件についてお話をしていきたいなと思います。今回は米編企画ではなくて、通常でね、ちょっと思ったことをお話ししていきたいなと思います。最近僕はネットフリックスでいろんなものを見ておりまして、でワンピースがね、ちょっと前まではドフィー君のところまで、ドレスローザまでしかなかったんだけども、それ以降の更新がやっと来たということで、まあトットランドまで普通にありますよと。でどこまであるのかな、110海賊団の方まで行ってないかな、まあ、とにかくビッグマム海賊団のところはありますよと。でそれ見ていた時にトットランドの説明が出てきたんですね。でその説明を見た時に、なんかちょっと違和感あるなと思って、まあ要はこのトットランドって何なのって言ったら、数多くの島からなるビッグマムの縄張り、周辺の海域、まあ、全体を指した場所の、まあ、名称だよね。でそこには魚人族だったりとか、手長族だったりとか、インパクトダイヤル族とかね、いろんな、まあ、種族が、巨人族とある一部のね種族を除いて、もうほんといろんな種族が住んでいるっていうね、そういった場所があるっていうのが、まあ、トットランドであるっていう話なんだけども、これがなんでできたのか、要はこれはビッグマムの夢ですね。でそのビッグマムの夢というのが、全種族が差別なく暮らせる国、こういったのが夢なんですね。まあ、聞こえは一切悪くないよね。むしろ素晴らしい考えだよね。これが強制プレイだったりとか、恐怖による支配とかね、そういったものがなければだがっていう、そういうところになるわけでございますけども、ここで思うのが、本当にビッグマムってそんな悪人なのかなっていうね。で結局人格2つあるわけじゃないですか。もう1つの人格、何あの怖いのね、なんかマザーカルメル入ってんのかなっていう思えたりするわけですよ。前にもちょっと動画出したんだけど、もう1つの子供の人格みたいなさ、ところがあって、そこら辺のね、あの違いは何なのかと思うんだけども、結局はマムがやろうとしていることは、その恐怖による支配さえなければ、差別のない、もう素晴らしい世界を作ろうとしているわけですよ。でそこから思うのが、もしかしたらこの世界こそが空白の100年以前の世界だったのではないのか、なんて考えるんですよね。なぜそんな世界を作ろうと思ったのかっていうところにもまた繋がってくるわけだし、でそのマザーのところにも繋がってくるんだけども、なぜこの世界を作ろうとしたのかっていうのが重要になってくるわけでございます。もしもそれが元々は空白の100年以前よりね、広がっていた世界だとすれば、相当面白いなっていうふうに思うんですよ。で実際これっていうのはあり得る話だと思っていて、まあそこから繋がってくるのが D の一族なんですよ。 D の一族、例えばロジャーさん、エース君、そしてルフィ君ね、この3人の船っていろんな種族が乗っているわけじゃないですか。例えばルフィ君に関してはね、まあ、まあルフィ君人間いますよと、まあ、ナメさんとかもそうなんだけども、花長族ね、花長族のねウソップがいたりとかで、さらにはねチョパーヤンだよね。チョパーヤンもまああのタヌキがいてね、そしてロボットがいてね、フランキーさんがいて、でロガッパね、ロガッパのサンジさんがいてっていうね、流れだったりとかで、最近では魚人族ね、魚人族のジンベイさんが入ってきたりとかっていうことで、いろんなね種族が入ってる。あとあれだよね、あの死体男爵ね、あの死体です、はい、もう種族というか死体です。ブルック死体も入ったりとか、もう何でもありなんですよ。そういったところではまさにこのマムのトットランドのミニ化だよね。でロジャーさんも同様、ロジャーさんも魚人族がいたりとか、いろんな奴らがいるんですよ。でさらにはエース君のところに関しても全くもって同様ですね。魚人族もいたりとか、動物もいたりとかっていうので、いろんな奴らがいるわけでございます。だから D の一族っていうのは結構いろんな種族を、まあ、味方にしている。特にこの3人に関してはそういった形でね、いろんな奴らを味方にしているということで気になるわけでございます。で元々僕が考えてたのはルフィ君の夢、これまだ語られてないんですけども、この夢っていうのはそこに繋がってくるのかなっていう風に僕は思っていたんですよ。っていうのが、まあ、彼の場合言い出しそうなのが、全世界のみんなで宴をやりてえっていう、大きい宴をやりてえみたいなことを言い出しそうだなっていう、もうとにかく宴好きじゃないですか。でどんどん宴が巨大化していってるんですよ。だからそういったところでは、その全世界のみんなと宴をやりたいっていうのが彼の夢だとすれば、これってまさに実現するには支配がある状況っていうのを崩さないといけないし、でさらにはその種族による差別とかもあっちゃダメ、全世界のみんな全員でやるんだったらありえないでしょ、ね、差別なんて。だからそういったのをなくしていくのは大前提だよね。だからそれがルフィ君の夢だとすれば、まあいろいろまた広がってくるよね。全種族っていうところでは、じゃあもしかしたらね、 D の一族が嫌われている、で元々 D の王国があった、 D の王国があって、そこには全種族ね住んでいたのだとすれば、これでまさに今のルフィ君の船で起きていることも全く同じだし、でルフィ君は本能的に、もう全世界のみんなでそういう風に宴がやりたい、元々あったような形で
世界中のみんなで差別なく宴やりたいっていうね、そういったような考えを持ってるのかもしれない。まあ複雑なそういう差別とかって言葉はないにしてもね、もう世界のみんなで宴がやりたいってことを思ってるのかもしれない。そうなるとこれってビッグマムの夢ともすごい重なってくるんだよね。夢がだってビッグマムはもうまさにそういうことを言っているわけじゃないですか。全種族が差別なく暮らせる国で、ルフィ君がもしもそういう風にそれをやりたいとかって風になってきて、デラフテルに行って失われた D の王国ね、それがあったとして、でそこからの富名声力全部得るイコール国を得る民衆を得るっていうね、繋がってくるのであれば、それイコール新たな国の誕生っていう風になってくるし、でさらにはレッドラインの崩壊、それイコールオールブルーの誕生っていう風になってきて、境がなくなるわけだから、まさにこの差別のない国っていうのに近づいてくるわけだよねっていうことでもちょっと見えてくるというか、それをマムはやりたいわけじゃないですか。そこの王になりたいわけじゃないのよ。その世界を作ろうとしてるんですよ、マムは。そこの違いですよね。だからそれをルフィ君がやってくれるとね、でルフィ君がその力があって本当にそれをやってくれるのであれば、まあマムはね力を貸してくれるのかなっていうふうに思うんですよね。まあそれが果たしてね、今の悪いマムの状況なのか、はたまたね良い方のマムなのか、僕としてはなんか悪い方のマムに関しては本当マザーカルメルが中に入ってんのかなみたいな。マザーカルメルを食っちゃった、食っちゃって、で能力の性質的になんかこう魂だけ、あのそろそろの見ているわけだから、魂だけマムの中に入って人格を奪っているとかね、そういったことがあるのであれば、まああんだけ怖いマムも想像はできるよね。そういったところだったりとか、でそれがなくなれば、それは何らかの方法でなくなってしまえば、あとはもう優しいマムしか残らないんで、優しいマムになったとしてもマムはその世界を作ろうとしてるわけだから、ルフィ君がじゃあそれやってやるよっていう風になれば、もう最高ってなるわけじゃないですか。でマムとのねやり取り、ルフィ君は結構気になるんですよ。なんていうかマムに対してもう強敵超やべえやつみたいな扱いじゃなくて、なんだお前かみたいな感じの対応してるんですよ。だからそこら辺からして、なんか俺ちょっと特別だなと思ってるんだよね。ルフィ君とマムの関係性はもうちょっと違うんですよ。だからそれがもっといろんな方向へ進んでいくと、そこら辺の夢っていうところで合致するみたいな、そういったパターンが下手したらあるのかなっていうふうに思います。トットランド、これ自体が俺本当に見た時に違和感しかないんですよ。全種族いるんですよ。全種族いるって、これ普通に考えてやばくねっていう、すげえことマムやってるよねって。もちろん強制プレイだけどね。だけどもマムの恐怖さえなければいい場所よ。お菓子の国だよね。もう 俺としてはもう最高ですよ。もうチョコの噴水とかさ、もうって飲みたいもんね、本当に。そういったような世界がそこまで広がっている。でマムの支配とかなくなればもう素敵じゃないですか。でさらにそれは世界中でってなればなおさらだよね。で巨人族たちも今はもう海の底にね追いやられてしまってっていうことで、そこら辺もなくなってしまえば、もう差別のない素晴らしい世界が広がるっていう、それはすごい期待したいなっていうふうに僕は思います。もしかしたらそういった形でルフィ君とマムの夢が合致するのかもしれない。その先に広がる展開とはっていうね。だからこそ前僕が言ったように、四皇は全部味方陣営になるっていうのがそこなんだよね。マムが味方陣営になるっていうところも、夢がもうね、もしかしたら完全に同じかもしれないっていうね。でそれを実現しようとしているとなればなおさらっていうね、ちょっとこれは結構あるのかななんて思いますけどもね。皆さんいかがでしょうか。言うてルフィ君の夢は一体何なのかってまだ分かんないから、それが何になるのか、そこら辺皆さん思うところをぜひともコメント欄に書いてください。そしてマムが味方陣営につくのか、そこら辺もコメント欄に書いてくれたらなと思います。そして最後になりますけどもね、今僕は実写チャンネルでいろんな動画を上げておりまして、でこれからねいろんなジャンルのものがブワーッとこう上がってくるわけでございます。例えば最近100デブ企画っていうのをやっておりまして、おかげさまで結構痩せてきましたけどもね。ここからラストスパートです。ラストスパート11月はねすごい企画をやっていくと、もうひたすらもう筋肉をつけていく、もうバキバキになっていくっていうね、そういったような月間になっていくということで、さらにこの激しさを増していくっていうね。そこでもこの100デブ企画ってのは見てほしいなと思ったりとか、で実写チャンネルは他の方向でも最近は例えば時事ネタ系でもねニュースだったりとかいろんなことを取り上げております。でさらにこれから始まるドッキリものだったりとかね、いろんなものが始まってくるということで、ぜひともねみんなにこの実写チャンネル見てほしいんですよ。でまだね残念ながらこれ見てないよって方がねいるんですね。で結構いるんですよ、本当に悲しいです。僕はね今こういう風に考察でやっていて、まあ、実写チャンネルどれぐらいの方が見てくれてるのかなと思ったら、まだまだ全然見てくれてないということでね、まあ見てもらうためにもねいろんな企画をもう用意してるんですけども、とにかくね機会があればみんなにはこの実写チャンネル登録してほしいなと思います。時たまねこういう風にPR をして、ね、恐縮でございますけどもね、とにかく見てほしい。そこでまたさらに
ね、ジョンさんってどういう人なんだっていうのが見れるわけで、普段こういう風にこれ喋ってるんだけども、外に出たらどんな感じなのか、そういったところが全部そっちで見れるからね、実写チャンネル見てほしいなと思います。OK ですか？ぜひとも皆さん概要欄にね、リンクありますので、登録してくれたらなと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回この辺終了していきましょう。最後になりますけども、グッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタンからの実写チャンネルの登録、概要欄からぜひともみんな全部登録、フォローよろしくお願いいたします。OK ですか？それではじゃんけんタイム、行きましょう。最初はグー。インガザーラシードでグーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!